い、皆さんこんにちは、つむじんです。本日はですね、こちらの段キャストですね、ほぼ西手帳のキャストについてお話ししていきたいなと思います。で、こちらが結構前になるんですが、2016年のものだったかな。フルカラーのキャストですね。マザー2のキャラクターたちがたくさんいるよっていうデザインになっていて、小学校の頃にね、マザー2の大ファンだったので、こちらはもう即決していました。当時自転車に乗ったネスがいてね黒電話もちょっと懐かしいっていう。今こちらはね、手帳として使うんではなくて、パスワード帳になっています。パスワード帳が1冊と、あとアドレス帳ですね。土星さんもねいますね。トンズラブラザーズが出てくるあたりのシーンが一番好きですね。そう。で、この手帳を結構長いこと使っていたんですけれども、2年前くらいだったかな、こちらのキャストのヌメ革が出たんですよね。で、そちらは過去の写真をちょっと一回挟んでおきたいなと思います。今がこちらですね。ほんのちょっと経年変化したかなっていうくらいの色合いになってきました。まだね、そこまでこっくりっていう色にはなってないんですけども、ちょっとね、お茶をこぼしてしまったかなんか染みついちゃってますね、ここね。うん。まあ、この染みも味ということで、めでていきたいなと思っています。側面が一番ちょっといい色になってますかね。で、裏側もほんのり色味がついてきたかなっていう感じです。でも私はこちらの革の、こちらの手帳が初めてのヌメ革なんですけれども、経年変化ってこんなにのんびりなんだなっていうのが感じているところです。中見るとね、すごくわかりますね。ここが結構新品に近いカラーで、周りがほんのり色味がかってきてますね。なんかちょっと味が出てきてます。で、こちら側もちょっと色味濃くなってますかね。外側のとこがね、付録でしたねこれとても使えないと思ってそのまま取ってあるんですけども、ね、こちらがパスワード帳になっていて、こちらは、動画編集の勉強用として使ってました。で、あとゲーム実況の勉強用ですね。でね、もう中が汚すぎるんですけど、もう自分がわかる文字でバーッと殴り書きしていた手帳だったので、ちょっと恥ずかしいんですが、いろいろとね、書いてますね、頑張って。Adobe Premiere Pro の、色調補正や早送り、BGM の付け方とか、いろいろ書いてましたね。今もね、こちら見なくてもだいぶ使いこなせるようになってきたので、ようやくね、楽になってきたかなというところに来ています。で、ここは、一眼レフを、今年導入したので、その使い方ですね。まだね、一眼レフは全然使いこなせてないので、もうちょっとね、勉強する必要がありますね。側面はこんな感じで。多分、5年とか10年使ったらもっともっとこっくりした色味になるのかなと思うのでね、これからの成長も楽しみです。はい。で、ここからは雑談になるんですが、私が初めて買ったほぼ西手帳はこちら、ブルーグリーンの、本革のものでした。海の色味みたいな、
すごく綺麗で、もう傷だらけなんですけどね、今もずっとそばにいてくれている手帳です。結構ダメージがありますね。でも傷ついてもね、すごく綺麗な手帳だなと思って、今ね大事なもの入れになってます。結構もう擦れてきちゃってますけどね、表は結構もうザクザクに傷ついちゃってるんですが、裏はまあまあ綺麗ですかね。そう、この手帳に出会ったのが2006年の時で、学生の最後の年でした。Only is not lonely っていうタグがついていた時期ですね。に、初めてほぼ日手帳に出会って、私は学生最後の年だったんですが、大奮発してこの手帳を買いました。中はね、まだまだすごくやっぱり綺麗ですね。ツヤーとしてて。で、今はもう期限がすっかり切れたパスポートとか、あと通帳や年金手帳とか大事なもの入れに今なってますね。あと過去のチケットとかも入ってますね。愛子が好きだったので、愛子のライブチケットとか、2013年あたりのね、ハリーポッター展とか、あとこれは、劇ですね。お芝居を見に行ったりとか、ちょっとお笑い系のやつとか、劇団四季を見に行ったり、あとは、ピアフですね。大竹しのぶさんが演じられて、これすごく好きやった舞台。またね、落ち着いた頃に舞台も見に行きたいですね。今はなかなか難しいんですが。ということで、本日はちょっと短めですが、一番古いほぼ日手帳と、あと今も経年変化を続けているほぼ日手帳キャストのお話でした。またね、もっともっと時間が経った頃に経年変化の具合についてご紹介したいなと思っています。ではでは、本日もご視聴いただいてありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。つむじんでした。またねー。